方ドラゴンズの先発は今シーズンノーヒットノーランを達成しています山井大輔。さあ4番の村田を迎えました。この回先頭の長野ファーストライナー、そして亀井がショートゴロ、今阿部デッドボール、2アウトランナー1塁です。放送席の解説はドラフト1位で巨人に入団しました水野克人さん、そして新人王を獲得しました赤星憲広さんです。水野さん、はい、この今日のゲームですが、両チームがランナーを出しながら、両投手がランナーを出されながらここまで展開進んできましたね。そうですね、両投手ともなかなか、はい、あ、三塁線破りました村田。阿部は三塁に向かう、村田は二塁へ。ここも山井はランナーを溜めました。なかなか水野さん落ち着きませんよね。まあ、両投手が自分のペースをつかめてないかなという感じで、まあ、これから自分のペースをつかんだ方が、まあ、当然勝ちにつながっていく、まあ、つかめないまま降板するかもしれませんしね。赤星さんはここまでの展開どういう印象ですか？そうですね、三者凡退が先ほどの3回の表だけなんですよね、っていうふうに考えると菅野投手は乗っていける形を3回の表に作りましたよね。なるほど。ただ山井選手に関してはここまでなかなか掴みきれないですよね。